皆さんこんにちは今年のですね論文ポイントコア講座のガイダンスの方をさせていただきますこちらはですね2024年の予備試験それから、まあ、法科大学院合格目標の講座ということになりますこの論文ポイントコア講座については、まあ、特にですね今年は1月の16日から開講で,で少しあの日程の方だけ最初に紹介しておきますと1月16日から民法が始まって最後がですね一番最後が実務基礎科目が えーまあ、最後が6月18日ということで、まあ、講義としては1月から6月までの約半年間のスケジュールということになります。で、まあ、基本的にはまあ週1回から2回のペースですね、えー、週1回から2回のペースで、えーまあ、講義が展開されていって、でそれで、まあえーまあ、全部で33回ですね、えー、こちら、えー、全部で33回で、まあ、講義編の方うが25回。 これ1回4時間の講義で100時間それから過去問講義編が全8回ですね1回3時間で8回ですから24時間ということでトータルで124時間の講義という形で半年間使って学習を進めていく講座ということになりますでこの論文ポイントコア講座については特に今年はです、ね、この予備試験の日程の変更というかね後ろ倒しになったことで従来はですねちょっともうちょっと早かったんですよ 今年は論文の 試験日程のほまあ予備試験だと担当が7月、論文が9月ということになりますからある程度、ゆとりを持った学習ができるので1月から6月までの6か月間使って対策をしていくことになります。でこれはですねこれまでのポイントコア講座と違ってくるのはその日程の変更からするともちろん予備試験の試験もそうなんですけれどもロースクールの希修者試験を目指される方はなかなかの体系的な学習というものをね短い期間でやる機会ってなかなかなくてですね一応、このポイント コア講座では7科目、まあ、実務基礎科目もありますけれども、えー、まあ7科目プラス実務基礎科目について、えー、まあ論文で問われる最重要事項については、えー、まあ全て網羅する形で講義を展開していきますので、まあ、ある程度入門段階とかある程度学習が終わったんだけれども、まあ、ロースクールの対策として網羅的に全科目やっておきたいなっていう方も、えー、今年のポイントコアについてはちょうど日程的には対象になるのかなということになります。えー、ですがが一一応応このののポイントコア講座についいては一応予備の論文というものが一応、えー には入ってきますので、あ従来通り予備試験の論文式試験を受けたんだけれども予備の論文で合格できなかった方についてはキャッシュバックということになってますので、まあ、これはあの 担当合格していただくことが前提になります。論文を受けて落ちたっていうのがこの不合格キャッ,バックのキャッシュバックの内容になりますから、まあ、担当式資金を突破して論文式を受験したんだけれども力が及ばなかったという場合であればこのポイントコア講座についてはこの講義に関してのキャッシュバックというのがあります。でででははすすね、ね、一応講座のの概要についてはです、ね、少しこのプレ このプレゼンターの方の内容を映しながら説明していきますけれども、やっぱり講座概要としては、基本的にはやっぱり、予備の論文もロースクールの入試も同じでして、その重箱の隅をつつくような知識みたいなもので合否が分かれるわけではなくて、やっぱりもう最重要事項に当たるようなものをどれだけ正確に理解しているか、それを落とさないということ、まあ、要するにみんなが解ける問題をまず落としては絶対ならないし、あとはそういう問題であればあるほど、どれだけ正確な理解、それからまあ事実をし しっかりと、えー、まあ、実名、て、適時して、評価をかけていくかといったような、その、いわゆる重要事項、基本事項に関しては、やっぱり、その、相対的に浮く答案を作っていくと、えー、かき負けない答案を書いていくということになってきます。で、ま、その意味では、やっぱりもう最重要事項をどれだけしっかりと学んでいくのかというのが。 やっぱり、えー、合否を分けてきますですのでこのポイントコア講座の中では、えー、まあ予備の論文であったりとかまあもちろんこれはロースクールも入ってきますけれどもまあまあメインとしてはやっぱり予備論文になるのかな、えーまあ、私の方であの最重要項目チェックシートという形で、えーまあ、実際に試験で問われるものっていうのをまとめたものがあります。でこの、えー、最重要項目チェックシートこの特徴2のところになりますかね、えー、特徴2のところになりますけれどもまあオリジナルの最重要項目チェックシートという、まあ、レジュメを用いた、えー、講義を行っていきます。 でこの実際チェックシートについては、えー、まあ、実際にあの体験講義の中でもありますし、あとは、えー、パンフレットからもサンプルダウンロードできます、えー。最重要項目チェックシートについてはこのパンフレットの方からもサンあのサンプルダウンロードできますので、えー、まあ、ちょっとどういう風な教材なのかっていうのはちょっとね気になる方はちょっと見ていただければと思うんですけれども、まあ、基本的にはこの最重要項目チェックシートというのを用いた講義を行っていきます。で、あとは。 100時間の集中講義ということでやっぱり範囲がやっぱり膨大なんですよね、この予備でも、ロースクールでも6科目、7科目問うようなところはやっぱり範囲が非常に膨大になってきますから、そこの部分を短期間でしっかりと固めていくという、その全科目をちゃんとスクリーニングをかけていくというところを目的にしていきますので、まあ、ここはなので、対象としてはだからまだ学習の初学者の方を対象としている講座ではないので、そこはちょっとご注意いただければと思います。 少なくともまあ入門段階でのまインプットというのを一通りやっているということが前提になりますでその入門段階でのまインプットというのがある程度進んでいる前提でそこのま足をしっかり足場固めで した上でですね論文に向かっていくというその実力を完成させていくっていう講座になっていきますので一応その意味では対象となるのは一応のインプットが終わっているけれども実際そのインプットっていうのがまだ十分に復習が終わってないとかもしくはインプットはしたんだけれども実際論文を書くだけのその 力まではちょっっとままだ足りててなななないかなっていかかうにうに思われる方なんかが対象になってきますでで最重要項目チェックシート最後にこれチェックシートの方サンプルちょっと出していきますけれどもこれを用いて講義をしていきますでそしてあとは論文の書き方講義という形で24時間ですね先ほどあの過去問講義編ってありましたけれども講義編の中ではこのチェックシートを使って重要事項についてまとめていきます。 も,も説明していきますでこちらに関してもですねこれまでのチェックシートの内容ですかね、まあ、もともと、えー、このポイントコア講座でチェックシートっていうのは、えー、使ってはいるんですけれどもこちらについてはもちろん適宜内容を改定しておりますし、まあ、視覚的に新しい判例で重要なものとかも、えー、多く出てくるのとであとは、まあ、特に民事訴訟法なんかでは、まあ、法改正が結構多く出てきますので、まあ、法改正であったりとか、まあ、判例の変化最新判例ですかね、えー、そういったものを踏まえて、えー、適宜内容については、えー 昨年のもの、からは変わってきててきいいるものもの含めていますで一応そうすると、まあその、使うテキストっていうのはチェックシートなんだけれども、まあ、一応、最新版のチェックシートってことになりますかね、まあ、法改正とか、まあ、最新判例を踏まえた形での、あとはまあ予備試験の実際の過去問ですかね、実際の予備試験の過去問での出題とかを踏まえて、まあ、最新の内容に直しているチェックシート、こちらの方を使って講義するものに加えて、まあ、過去問講義編で。こちらはですね各 1>, 1回3時間ですけれども予備試験の過去問の中で重要度が高いもの。 私の方でピックアップした問題、まあ、大体5問ぐらいを想定してますけれどもその中でそれで実際過去問を使っていく中でどうやってチェックシートの知識をその論文の中で使っていくのかもちろんこれは各科目ごとに科目特性ありますよね科目特性もありますから各科目でどういうふうなところにしっかり書いていくべきなのかということについて、まあ、実際の過去問を使って各科目論文の書き方答案構成の立て方みたいなものについて見ていくことになります。であとはチェックシート の講義とこの過去問講義だいたい過去問講義については科目によりますけれどもだいたい5問前後は扱う予定ですでじゃあその他の問題はということですけれども、えー、こちらはですねあの全部単あのポイントコアについては予備試験の過去問添削がオプションでつけることができます、えー、ポイントコア講座単体で、えーまあ、実際に講義を受けて、まあ、講義と過去問講義編のね124時間の講義を受けていくという、まあ、従来のポイントコア講座とあとは予備試験の論文については あの過去問添削すでこちらちょっと添削するのはです、ね、私がちょっと添削するのではなくてですね、えー、まあ合格者添削ということになります。えー、実際の合格者の方が添削をするという、えー、過去問添削になりますけどこちらは全部の過去問について添削がついています。えー、ですので、まあ、実際過去問講義編の中で、まあ、過去問の中から私が重要だというふうに、えー、一応説明の中で加えている、まあ、5年分の過去問を実際にやっていった やって、それでその上で他の過去問を網羅的にやっていくということであればこの予備試験の過去問添削のオプションの形でつけていただいてで全部の過去問を書けばこれは合格者の添削でフィードバックが返ってきますですので予備試験の過去問添削つけていただいてそれで全ての過去問をしっかり書くというのは非常に重要かと思います。で 一応これは過去問添削がオプションになりますのでこのポイントコア講座単体に加えていく形になりますが予備試験の過去問添削をつけられた方はこのポイントコア講義のまあペースに合わせてですかねポイントコア講座のペースに合わせて予備試験の論文の過去問をしっかり書いていければポイントコア講座が終わった段階で予備試験の全過去問が添削対象になってますので予備試験の全部の過去問について 一応回答が、えー、しっかりとつけらあのえっ、ー、と実際みみみ 実際に予備試験の全部の過去問について答案を書いていただいてでその上で合格者のフィードバックが返ってくるという、まあ、ペースメイクとしても使えますので特に今年が予備試験初受験になられる方とか、まあ、もしくは本格的な論文対策を始めて間もない方とかでまだ予備試験の過去問が全部終わってないなんていう方はぜひ、まあ、ペ,ペースメイクとして論文の過去問をどんどん書いていただいてで、まあ、実際チェックシートで扱った内容を踏まえて論文を書いていただいて。 を書くでそれでフィードバックを受けるっていうルーティーンを半年間続けていければ、まあ、予備試験の全部の過去問が、まあ、とりあえずは、えー、消化できるというねこれはあの本当に「消化できる」って言葉を使ったんですけどまずこれね終わらせることが非常に大変なんですよねやっぱりあの予備試験ももう平成23年からですからもう過去問の蓄積もですねもう13年になるんですかね令和5年まで、えー、やると。 えかえー、と14年の過去問の蓄積になってくるのかな、えー、とかになってきますので <laughs> えまあそうするとやっぱりえなかなか予備試験の対策をするにあたって過去問を網羅するっていうのはなかなか大変なんですよね平成23年から令和5年っていうことになりますかねそうすると13年ですねさっき14年って言っちゃいましたけどね、えー、一応13年分の過去問がもう蓄積されてますからそれがまあえ9科目ですから そうするともう117通ですか、えー、がもう実際に実務基礎科目を含めれば、えー、もう過去問としてあるということになりますから、それをしっかりこなしていくっていうのは、なかなかね、あ,のー、ある程度、強制の契機がないと難しいなっていう方は、ぜひ検討いただければと思います。であとははでですすねねチェックシートに関してはです、ね 一応従来のチェックシートのサンプルですけれども、大体、押さえなきゃいけないものをこうやって覚えるべきものという形でまとめているもので、こちらは適宜講義の中で書き込みをしていきます。ただ、チェックシート自体はこの Q&A で左右になっているものもそうなんですけれども、ポイントコア講座ではこういうふうな形で講義用に編集しているものをお配りします。これは実際に 私の方で講義をやる中でそのチェックシートで使われているものというのはあくまでも覚える最終形なわけです。え覚えたりとか頭に入れていく最終形なのでじゃあ実際に重要なものであったりとか思考過程みたいなものについては、まあ、講義の中でそれを解説していってで論点相互感であったりとか、まあ、時効の相互感みたいな関連性も含めて説明をしていきます。ですので、まあ、例えばこういうふうな形で重要なものについては説明を足していく形になります。でで実際ここうういいな形で説明しているものにつてては全てこれ PDF の形であの講義の後はダウンロードできるようになってますからあの実際まあ講義を受けながらまあ、なんか映したりマークしたりっていうのが目的となる講義だとやっぱり効率が良くないので、まあ、講義においては私の方はまあ、どんどん、えー、書き足していったりとかしますけれどもその書き足していったものについては皆さんはあのもちろんそ,それに合わせてねあの実際メモをしながら頭に入れていくっていう学習スタイルもあるし、まあ、もし理解納得というのかな、えー、講義の理解納得を中心にしていくということであれば、えーまあ、講義をまずは集中してい いいただいてで講義の後に、えー、PDF という形でこのダウンロードしたもの、えー、この書き込んだものをダウンロードしてそれでまあ復習に役立てていただくという使い方もできますので、まあ、講義の進め方としてはです、ねえーまあ、このような形になっているということになります。で一応少し戻りますけれども はい、で一応この予備の論文のポイントコア講座については、まあ、そのような形のまず講義編としてチェックシート講義それから過去問の解説、まあ、重要過去問ですね重要過去問の実践的な解説それからこれオプションという形になりますけど論文添削つけている方はその予備試験の論文の実際の起案というね、まあ、これを通じてまあ 予備試験の論文、それからこ今年に関しては日程的には難関の法科大学院の入試、まあ、そういったものに対応できる力をつけていく講座になっています。で詳しくはこれねあの 体験動画であったりとか、あとはですね、えー、まあ無料体験という形で、まあ、1回目の講義とかで、ね、体験される方もいらっしゃると思いますので、まあ、ぜひあのどういうふうに講義を進めていくのかとかね、えー、なかなかガイダンスだけではね、えー、なかなか全部説明しきれないところもやっぱりありますから、あのもしですね、あの気になる点がありましたら、えー、このポイントコア講座の,、えー、まあこの体験動画であったりとか、まあ、あとはですね、えー、実際に初回の体験の方、ズームでもこれはねやってますで。このポイントコア講座については、あの通学っていう形になって ものについてもこちらは Zoom での同時配信もありますので、えー、ですからもしですねあの渋谷の方に来るのがねなかなか大変な方とかでもあの全国から Zoom でつなぐことで講義そのまま、えー、全国配信されてますので、えー、まあぜひですねあのペースメイクというところをしっかりと意識される方は、えー、Zoom の方をうまく活用していただいてでそれであの講義同じ 全くリアルタイムで同じ講義ということになりますから、その強制の契機というかね、ペースメイクとして、この講座をご利用することを考えている方は、Zoom もうまく活用していただいて、そうすると、全国どこにいてもですね、渋谷で行われている通学の時間に入っていただければ、同じ講義を受けることができますので、この点、だから通学ってなっている部分については、この Zoom 配信も活用できますよということもね、合わせて確認していただければと思います。では、詳しくはまたですね、 体験であったりとかでわからないところとかがあればです、ね、私であったりとかスタッフの方とかに遠慮なく通り合わせていただいてやっぱり予備の論文式試験というのはなかなかその範囲が膨大であるからその意味ではどういうことをやったらいいのかっていうのを自分で絞るのがなかなか大変だと思いますので,でこのポイントコア講座ではそのまましっかりとね責任を持って私の方が内容を絞って解説をしていきますのでぜひうまく活用していただければと思います。それでは私からのポイントコア講座 のガイダンスは以上とさせていただきます